おはようございます。ディレタ申します。というわけで今回もドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況始めていきたいと思いますね。前回は、前回進んだところはね、魔物使いの、大会に、4戦やるというね、結構過酷なルールでやりました。4回勝ち抜くって結構ね、 CPU でも緊張するんだね。結構ギリギリの勝負が多かったですね。というわけで今回は何していこうかなじゃあ今回はね、まだ行ってない場所とかあるんで、ちょっとそっち行こうかな。はい。おお急やな。バトルドプレイヤーのスクール場所は、ゲームセンターへようこそ。ゲームセンターは街の人たちと対戦して、たくさんの経験値を稼ぐことが一攫千金の場所なのですと。なるほどね。いろんな NPC たちがいるってことになるのかな。普通にバトルドイド遊びたいときには家に帰ってセーブ。大会モードが抜けて、ああ、そういうことね。対人をするってこと？おお勝ち続ける限りって勝ち抜き？ああ、そういうことか。あ、お前、あなた、何、ショートパンツだったのね。どこ見てんだああ、10連勝するっていうやつか。ちょっと軽くやってるか。軽くやろう。軽く。仕掛けてみました。何を出すのかな？魔法使いの、ほぉ？ほぉって言っちゃった。ん？あ、待って。ちょっと待ってくれませんか、あなた。あなた、ちょっと待ってくれませんか。はい、決まりました。バーサーカーを、大魔導、ドラゴンキッズにございます。チームは森コーヤーズ。HP がちょっと上がります。さあ問題は向こうがかなりの呪文主体ですね。いや、お、いいね。いや、ちょっと困ったことがありまして、めちゃくちゃ呪文で押してきそうなパーティーですね、本当に。いや、こういう時に本当にね、魔法捨てとかがあると本当にいいんですけど、まあカードは今揃ってないんでね、できる限りで頑張っていきましょう。タイヨロです。いや、どうしような。向こう結構物理には弱いから呪文は効かなさそうなんだけどな。でも大魔導はギラで行くしかないんで、しょうがなくここはもうギラで行きましょう。大魔導は地割れはほぼ外れ行動なんで早いな。何、あ、魔力上昇か。これ全体の魔法が作るんじゃなかったっけ。そうだね、相手の魔力を上げてもうひたすら呪文で押してくんじゃん、この人たち。いけ、連続ブレス。何、誰が避けてんのこいつ。主人公か。よし、森コーヤーズの一人バーサーカーがギガスナーチューすっご、結構出るんだね。あ、やば、おーしゃぶねー、ラッキーラッキーギラいきます。灼熱の呪文が放つ。あー、やっぱり聞いてないか。でもな、相手の主人公は正常の盾持ってるから物理攻撃をあまりしたくないんだよね。物理に対してかなり耐性があるから。メラミいっと、やば、お前、お前やばいって。それはいや、すごい火力出んな、ホースデビル。よし、森こうやず力を込めて赤いてあれあれわかった、メラゾーマだ、これ。完全にもうメラゾーマするパーティーだったな、確かに。いや、でもドラゴンキッズがナイスさえ、ドラゴンキッズが耐えてくれた。いい感じに。オッケー、いいっすね。ここで、ブレンドクブレス。まあ、でも安定してる、安定してる。火力は安定してる。じゃあ、ギラで。いけ。まあ相手に対してどうしようかな。これしかねえな。前回手に入れたカード使いましょう。ただ雷が効くとはとても思えなさそうですが、いいね、ヒート。ここで先に動ければ、いけ、ふわり炸裂当たれ。よし、いい感じに当たりました。いや、性能タックルがガードされなくてよかったな。うわ、ドルマ強いんだよな。
ホースデビルはもうね、呪文の攻撃が本当に強いんで。誰か動いてほしいな。誰か動いて。誰か動かないと、てか負けだよこれ。動かないと負けですって。やめろやめろ、なぜだなぜメダパリになったのか小1時間問いたいんですけど、そこでメラミを打っていたら勝ってたような気がする。大魔導がどっちか攻撃へ決まりです。きたー誰が自腹しろって言ったんだよ主人公を、ちょっと待ってくれ。ねえねえ、主人公、あの主人公さん、ちょっとおかしくないですか、あなた装備が。主人公さん、あなた結構なんかすごい武器持ってません、あなたたち。ちょっとなんかここの人たちはやばい人も多いですね何、ガチ勢多くない？チームこのままなの、というか変えさせて。きつない、チームこのままは。あ、でも HP は全開してるんだね。どうしような。とりあえずまあこれでいくか。カブト構造が火に弱そうではあるから、さっきよりいけそうな感はある。いいね。戦車基本的にまあ遅いしね。連続ブレス行きましょう。いけ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 。あんまり効いてない。いけ、ギラ。150から繰り出されるギラを見よう。微妙。貯める。これで味方の力がアップするんですよね。だからこの2人の、この2人の攻撃怖いな。何が来んの。天空剣。おお、天空の剣でそんなんやっちゃダメでしょ。神回避ターメール。ちょっとお前たちはなんでそんなためほようとするんだ。違う違う違う、お前たちはそんなことしなくていいんだよ。テンションは確かにたまりやすいけど。よし、いけ、チューン、ドン。いいね。デインでいくか。デインでいきましょう。ドラゴンキッズ今度はデインで狙い撃ちしよう。何？スペシャルカードを発動。何？ちょっと待って、うわ攻撃系スペシャルカードをついに使ってきた向こうが。おりゃー、え、なんで戦士が避けんの。戦士が避けなくても何も。よし、貯める。まあ、よしと言ってもね、向こうのとどめの一撃の可能性があるから怖い。次でせいぜい3ターンまでは止まらんはずやけど。行きましょう、デイン。狙い撃ちを、はい。何ガードされてんだけど。何ガードされてんだ、ね、お前たちはためんの好きだな、さっきから。ひたすらためるな、向こう。キタに行きましょう。地面層呪文を放つ。いいね、ガードされなかったの、ナイス。この主人公だけがこういうレッグザン、これ飛行特攻の技ですね。かっこいい。うわ、411結構痛いね。すげえカメラ目線じゃん。で、この3ターン目で倒したい。いけ、軽やかなスペース作ったらジャンプ切り。あー、大げずにいたか。ギア、ここで自慢あちょっと待ってくれ。さっきから君はなんで自慢で倒すんだ。おい、いえ、決まりです。きたあー、いやいや、ここで自